ケンタロス今そこに出てたじゃん。一回しまったの、モンスターボールに。のどかなところとね、僕こういうとこ大好きだと。いいよね、こういう風景私も好きやな。で、ミルタンクがさっきから気になってたの。ニュー、かわいい。街ができる前に何もなかった頃は、人もケンタロスも群れになって走り回っていたそうな。なんかそんな、語り口調というか、昔話を話すような口調で。すごいね、これ地面にくっきり跡が。お、ケンタロス。落ちている道具もケンタロスが器用に蹴り上げて私にパスしてくれるのよね。うちのケンタロスもそうしてくれんかの。この子は何を眺めてるの？カキさんの試練もこなせば、リザードンにライドしちゃって、空なんか飛べちゃったりするよ。マジで？いいね、いいね、それ。何あれ、子供のケンタロスじゃない？可愛いんだけど。このおじさんは話してくれないの？話せないのか。お前の月光が、重さが50キロ以下か。だとしたら草結びという技のダメージもまあまあだよな。ポケモン図鑑でいろいろ重さを見比べるのもいいよな。へえ、なんか、いろいろと詳しい人がいるのね。草結びっていう技が何？うちの月光がには、まあまあ効くってこと？ここはお花タウン、ポケモンと発展する街。ポケモンと発展っていうのいいね。一緒に成長する感。この先がお花牧場ね。せせらぎの丘までかなりあるね。せせらぎの丘。アローラ地方では昔からケンタロスに乗っていたらしいね。ライドポケモンが生活に溶け込んでいるのも納得だよ。そういえばさ、私あのレッドリング、どこだっけ、何フェスサークルって、なんかいろいろと気になるものはあるけれども、あ、そっか、こっちで切り替えか。Z リング、ノーマル Z。これ私全員に持っとる？使う。ほい。これ2個は持てんのかな？何個も持てたらいいんやけど、そんな最強なポケモンは作り上げれんか。ね、最強すぎるよね。格闘技は多分持っとるポケモンおらんかったと思うんやけど。てか私これずっとさ、ずっと全員に持たされるって知らんくって。まさかのね、一個しかないもんやと思っとったけん。よし、これでじゃあ OK か。てかせっかくやし、やっぱり乗っとった方がいいよね。ん？誰に手振ってんの？牧場で働くみんなポケモン勝負が大好き。あ、なるほど。ここにも勝負を仕掛けてくる人がいっぱいいるってことかな。お、何あれ、勝負してるんじゃない、もしや。おお、なんだなんだ。私の背後に回るな、みたいな。よく食べ、よく寝る。あとは程よく勝負ね。おばあちゃんじゃないの、これ。元気だね。ほら、やっぱり。マダムの三重が勝負を仕掛けてきた。マダム元気っすね。さっきのバッって後ろを向く感じ。なんかめっちゃ顔見たら穏やかそうやのに。いっけー月光が。相手は、あ、そっかそっか、水タイプでいけばよろしいのね。水処理剣。シュシュシュ。あー、一発じゃいかんかった。強いな、メレシー。効果は抜群だ。やったねー。もうほら、経験値も157もらっても全然動いてないもん。もうお腹いっぱい。これ以上戦えないわ。負けてもニコニコ。いい人だ。しかも3000円くれたよ。トレーナーのポケモンは放っておいたら育たないもの。私はご飯食べたら自然という子に育っちゃうのに。動こう。おばあちゃん動こうよ。あれじゃない？食べてすぐに横になったりしてるんじゃないの？お花牧場、モーモー広場。こっから降りないといけないのか。おお、島巡りのトレーナーさん、ナイスタイミングだな。こっちにおいで、ちょうどキャプテンがいるんだよ。あ、マジで？あ、その中、さっき戦いよった人らかな？違う？ハウがどこにも見当たらんけど、お、あ、そっちか。なになになに、あ、ミルタンクがなんか報告しに行った。来たよ来たよって。超可愛いんだけど。いいねいいね、あ、これか、この子か。あ、この子もキャプテンなん？助手かなんかかと思いよった。毎度どうも。お花牧場のモーモーミルク。コクがあってホワイトソースとか作ると言葉にできない味になるの。いいな、美味しそう。そうだ。
せっかくの再会だし、あなたにいいこと教えてあげる。何？アイヌのライドギアにムーランドが登録された。ムーランドはね、地面に埋まっていて見えない道具を見つけてくれるっす。B ボタンでムーランドサーチってのがライドの合言葉ね。まずはライドして試してよ。あたりにもいろいろ落ちてるし。5番道路抜けたところのすさらぎの丘に、私の友達、スイレンがいるからね。よろしく。それは人間？ポケモン？なんかよくわからない。5番道路はトレーナーの修行場所で有名なんだろ。へぇー。かわいいね、君たち。ミルモ。ミルモやって、ミルモでポンやん。もう、もう。何？ムーランドサーチ。何このポケモン。埋まった道具を探せる。うわ、すげえ。うわ。あ、これは？ん？これ、なんかこのポケモンあれやね。なんやっけ？あれに似とる、あれあれ。どうやって探すんやろ。普通に走り回り寄ったら探してくれるんかな。なんか走り回り寄るだけな気がするけど。あ、なんかケンタロスより速くない？この子。ん？なんだなんだ？ブモ、ブモ、モース。何どうしたの？興奮しまくってるけど。そいつにちょっかい出すと、後ろ足で蹴り上げられるよ。もともとケンタロスは気性の荒いポケモンだけど、そいつは特別だな。牧場に来たばかりだから仕方ないかもな。お、新入りなのか君。ライドポケモンとして活躍してもらいたいんだけど、こう荒れまくってちゃ訓練なんかできないしな。諦めないであげてよ。やっぱりおかみさんの力を借りるしかないかな。おかみさん？あなたがって言ってもおかみさんわからんし。ケンタロスの荒くれどもをビシッと締めてくれるお花牧場のおかみさんよ。それは普通の意味のおかみさん？よっしゃ、そうさな。やはりおかみさんの出番だな。めっちゃ頼られてるね、おかみさん。え？この子？我が牧場のおかみさん、ミルタンクさ。え、普通に私おばさん想像しとったんやけど。ポケモンかい。もうもう。気性の荒いケンタロスたちもミルタンクに復活されれば、借りてきたニャピーのように、たちまちおとなしくなるってもんさ。あ、ポケモンの世界では借りてきた猫はちゃんと借りてきたニャビーになるんや。え、そこ別に借りてきたニャースでもよくない？ミルモー。何？ミルタンクってそんなすごいの？もう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 ブモーすもうブモブモモーすめっちゃ言い合いになっとるけど大丈夫？気性の荒いケンタロスは能力も高いと言うがな。さすがのおかみさんも手こずってるみたいだな。え、できないの？体力を使わせれば少しはおとなしくなるかもな。あ、戦闘します私と。なあ、どうだろう、ケンタロス戦ってくれないか？いいよいいよ、後でとか。手加減は無用だぜ、本気で戦ってくれな。オッケー。ついでにゲットさせてくれたらもっといいんやけど。それは無理か。あ、なるほどね。ポケモンブリーダーの友幸が勝負を仕掛けてきた。この人のポケモンとしてっていうことか。ケンタロス今そこに出てたじゃん。一回しまったの、ポケモン。モンスターボールに。ほんと、ケンタロスは何系？何系？何タイプ？何系って。じゃあとりあえず、ノーマルかな？ケララッパで行こう。入れ替え。月光が戻れ。おっしゃ、ケララッパ行け。あーもうケンタロスっぽい技やね。怒り。岩砕き。ガッツンと。どうよ。ほら、効果抜群やったね。おー、なんだなんだ。うわ、怒りのボルテージが上がっていくよ。怒らないで、怒らないで。うおー。あー、どんどん攻撃力が。さあ、これで決めるんだ、ケララッパ。ドーン。よし。効果は抜群だ。体力使うどころかなくなったけど大丈夫かい？お、ゴンベがレベル22。やったね。ポケモンブリーダーのともゆきとの勝負に勝った。あー、すっきり。すっきりしてなさそうだけど顔は。これでいいの？おとなしくなった？いい汗かいたな。ケンタロスも満足したみたいだな。不毛オス。暴れたかったんかな？もう、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 ぶ、もう、おとなしくなった。
君とミルタンクの共同作戦にはさすがのケンタロスも降参だ。ありがとね、さすがおかみさんだわ。ミルも君のおかげでライドポケモンと訓練が始められそうだ。ありがとう、これを受け取ってくれ。なになに？アユナはピントレンズを手に入れた。ピントレンズ？それは何に使うの？ライドポケモンのおかげでポケモントレーナーじゃない人も暮らしが便利になるからな。あ、ポケモントレーナーじゃない人も普通にポケモンにライドしてその辺で生活しよん。ブーモー、頑張って立派なライドポケモンになるんだよ。ムーランドは地面に埋まっていて見えない道具を見つけ出してくれるんだぜ。やっぱり動き回りおったらいいだけなんかな。あ、それか B ボタン。あ、そういうことね。 B ボタンでこうやりおったらなんか地面の匂いを嗅ぎまくりよる。これでなんか落ちてるやつを探し回れるってことかな。お、なになに、なんか見つけた。え、これでどうやってやればいいの。なんか見つけたっぽいけど、見つけたっぽいけど、これでどうすればいいんだろう。なになになに、どうすればいいの。わからねえぞ。ブモモ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 スモモモモモモみたいな。これで、見つけた道具をどう拾うのかがわからないんだけど。とりあえずなんかこの辺にあるっぽい。ずっとこうやってやりよったらいいんかな。なんか違う気がする。ね、確実に違う気がする。降りればいいんかな。いや、降りても何もない。わからねえ。あ、能力説明あるやん。ムーランドは B ボタンをスコテでサーチできます。サーチは隠れた道具に気づくことができるアクションです。ムーランドが吠えた場所で隠れた道具を拾います。ん、吠えてはなかった気がするけど、このびっくりマークが吠えたってことかな。だからどう拾うんだ、そのアイテムを。拾えねえ。拾えねえ。違う。ほら、ここにあるんよ、ここに。ほら、ここ。ここ掘れ、ワンワンってなっとんやけどさ。もうちょっとあれ？もっとなんか色が変わる場所があるとか、違うよね。どういうことだよ。ほら、ここないよ、ここ。ワンワン。犬じゃないかもしれんけど。これでここからどう拾うんだい。A ボタン押してもなんもならんし。この辺で吠えてました、この辺で。まあいいや、わからんけん、普通にライドしとこ。普通にライドしとこ。んで何？なんかどっかに行けばいいって言ってんの。あ、この先？お得な、おお、びっくりした。なんだなんだ。お、ヨーテリー。ね、さっきのムーランドってさ、この子の進化系？なんか顔がこれっぽくなかった？ね、ヨーテリー。ん？あっこなんか、光よる、ほら。ちょっと、抜け出させて。お、またしてもヨーテリー。この辺はヨーテリーがいっぱいいるのかい？これこれ。不思議な生き物がジガルデキューブに吸い込まれた。やったね、これで2回目。あ、違う、あ、トレーナー。ポケモン育ててますか？育ててますよ。何あの、なんか急斜面になっとる場所。お、なんか最初のポーズは一体何なんやろ。ポケモンブリーダーのマサオ。お、泥バンコ。いけ、月光が。泥バンコは地面系なんかな。なんか見た目的にはよくわからんけど、とりあえずなんか水系が効くんよね。しかも泥バンコなんか泥って書いてるしさ。ほら、技もこんな感じ。さあ行くんだ、月光が。水手裏剣。シュ。はい、オッケー。なんかちょっと間抜けな顔しとって可愛いよね。お、コラ
ットがレベル22。イエーイ。新しく紙砕くを覚えたい。紙砕くの代わりに他の技。ちょっと見てみよっか。あ、じゃあ噛みつくいらんのじゃない？同じような感じやろ。忘れさせる。1、2のポカン。コラッタは噛みつくの使い方をきれいに忘れた。そして、コラッタは新しく噛み砕くを覚えた。ほら、なんか噛みつくよりもちょっと威力がアップした感じ。名前的に。育てるってお世話以外に才能を引き出すことかい？まあ、ポケモンで言えばそうなるだろうね。よし。あら。ん？こっちには何もないの？ん？あたし今タッチした？ごめんごめん、何が起こったんかわからんかったりしよ。こっちなんか落ちて、あ、やっぱり落ちとる。PPA どう見つけた？イエーイ。こっちは？ね、しっかりとアイテムを拾っていかなくては。あら、泥バンコ。やっほー。この間抜け面がたまらないわ。さあ、こっちは？あ、こっちは元に戻ってきたんか。なるほどね。あ、なんかあっちの方行けそうじゃない？ほら、あれはまた牧場の中に行くんかな。お、ヨーテリー。なんか大量におるな、野生のヨーテリー。どんだけ。んで、こっち、お、トレーナーか。ここは何？ポケモンの卵が見つかる預かり屋さん。あ、なるほどね。ほうほうほう。ん？目合ってるよね。私、預かり屋さん。みんなのポケモンを預かっているよ。なんか最近、預かっているポケモンが卵を持って、ん？卵を持っていることがあって不思議なの。ポケモン預けたいときは、中にいるお姉ちゃんに言ってね。あれ？あなたは、トレーナーではないのね。ミルル。え、なに？回復してくれた？おー、ありがとう、ミルタンク。好きだよ。愛の告白。なんかすごいキョロキョロしよる、怪しい。よっしゃ、島めぐりさん、わしの子供を見ておゆき。子供のように可愛がってるのね、ポケモンを。ジェントルマンの現像が勝負を仕掛けてきた。あのさ、あの服のマークがすごい気になるんやけど、どういう模様なんやろ。お、え、なんていうポケモンやった？ちょっともう一回名前見して。闇ラミ。闇ラミか。へぇ。何系やろ。悪？なんか、見た目的にはそんな感じ。てか、あれ目にはまっとるの多分宝石とかよね。いやー、悪趣味なポケモン。お金持ちってやっぱり持っているポケモンもそういう感じなんだろうか。おぉ、3回も。いや、4回目来た。結構あれ、いろんな方向から引っかくんやね。こっちにも攻撃をさせてよ。いけ、辻斬り。きっと効果抜群。あれ、効果抜群じゃなかった。悪系じゃないんか。なるほど。すくすく育っとる。それでいいっしょ。まあね、自分が納得できるならそれで全然いいと思う。トレーナーとポケモンは言うなれば親子みたいなもの。元気なだけで嬉しいもんや。なるほど。この、何今の。なんか音鳴ったよね。ほら、なんかここで音が鳴ったんやけど、何やろ。五番道路を進めば、せせらぎの丘。キャプテン、スイレンの試練の場所さ。あ、なるほど。そのスイレンっていう人もキャプテンなんやね。はい、ということで、じゃ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければ、チャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。